です。ゲストがいらっしゃってます。レイさんいらっしゃい。こんにちは、レイです。久しぶりですね。はい、お久しぶりです。前、去年来ていただいたかな。一昨年。一昨年かも。かな。去年はまあなかったような。そうだね。本当なかったね、去年は。一昨年にお邪魔して、したら、来週君、フォーラムで僕のライブがあるから、来なよって言われて。本当言ってましたよ。そうか。それで50周年のライブに来たんだ。はい、ありがとうございます。で歌わせていただきました。あ、そう。そうですよ。まあ一昨年のことですからね。はい、お元気でしたか。ああ、もう去年は本当記憶がないね。あ、どうしてたの去年は。私はへっちゃらだわと言いながら、結構食らってましたね。食らってるよね。やっぱこうライブとかも大好きだし、合奏も大好きなんで、そういうことがなくなってくると結構、なんか音楽って衣食住じゃないから、まあ言うても一人で弾いてれば、楽しく過ごせるだろうと、ちょっと甘く見てたわけですよ。全然ダメでした、ね、ダメだったね。やっぱり見てもらわないといけないのかな。どうですか、ハリーさんは。そうだな、2019年にアメリカでやってちょっと気が抜けちゃったっていうのもあるね。だから去年は休もうと思ってたから。そうですよね。実は私、今日朝一で、映画を見てきました。さよならアメリカ見て。朝。そう。そうなんです。それはどうも。いや、その時におっしゃってましたよね。なんか、アメリカンツアー終わったら、休もうと思ってたから。そうなんだよね。って言ってましたね。その通りなんだけどね。本当や、ちょっと休みすぎちゃって。さすがに休みすぎて。だからギターに触ってないって、映画でも言ってたけど、本当に触んなくなっちゃって。いや、本当ですか。違うことがなんか気になってしょうがなくてね。社会っていうか。ああ、社会、そうですよね。確かに。そうですね。で、やっと、新しいギターが最近手に入って、もうこのことばっかり喋ってるな。聞きたい、それ。まあ、持ってきてないんだけど、ここには。はい。スパニッシュギターの。あ、なんか映画でも、スパニッシュギター持ってらっしゃいましたよね、屋上で。あれはね、そう、そっくりに作ったコピーのギターなんで。違うんですね。日本ですごい名人がいるんで、作っていただいて。へぇ。でも、本物っていうか、元は、1962年かな。の作品のアルカンヘルっていうギター職人の作品なのね。はい、それを譲り受けて、もう自分はもう弾け、手が動かない、指が動かないんで弾けないから、譲るよって言われて。ただじゃないけどね。はい、素敵ですよね。私もスパニッシュギターいつか欲しいなと思ってるんですけど、ああいう風にピックガードが両方についてて、で、私クラシックギターを幼い頃からやってたんだね。それが私の音楽の始まり。でも全然クラシックとスパニッシュって違うじゃないですか。違うんだよ。ね、うんうん、本当ですよね。なんかこう、そのギターそのものも違うし。違う。ネックが、なんかコードが抑えやすいっていうかね。あ、そうなんですか。クラシックギターってコードって概念ないんじゃない。そうですね。コードっていうか、まあもちろんその西洋音楽に置き換えて考えると、コードをそのなんて当てることはできるけれども、ちょっと考え方違いますよね。違うもんね。けどなんかスパニッシュギター結構ラスゲアードして、こうストロークも多いような印象ですね。そう。リズム楽器でもあるしね。確かに。へえ、いいなやっぱこう楽器が、違うとっていうか新しいと、それにこう想起されてできる音楽っていうのがあります。ね、細野場っていうアルバムは2010年だったかな、11年か。もう大好き。本当？もう私この間歌の録音したんですけど、ゆったりした曲だったんですよ。だから
ラモナとスマイルを一回聞いて、一、はいはい、回ラモナを挟みますとか言って、ラモナを聞いて、はい、ちょっと気持ちが落ち着いてきたんで歌いますとか言って。そういう風に聞いてんだ、面白い。あ、それでもね、うん、ボサノバとかやってらっしゃいましたもんね。まあ、ボサノバっていうか、まあね、うん、まあ、ブラジルっぽいやつをやったけどね。その時に借りたギターがそれだったの。あ、一枚それで作って。え、すごい。それ作り終わって返さなくちゃいけなくて。なんて素敵な話なんです。再会したんですね。再会したの。もう諦めてたんだよ。だから、そっくりに作ったのね。ああ。うん。そうなんですか。でも本物が来ちゃったんで、はい、そっくりに作ったギターどうしようって。なんか、かわいそうで。弾いてあげないと。弾いてあげないとね。僕は偽物ですっていう気持ちになってるかもね。いやーすごい物語ですね。そう最近の僕の大きな出来事はそれかな。うん、確かに。うん、でレイスさんはギター何本ぐらいあるの？はい、私は数えてはないんですけど、うん、まあそうですね、30本ぐらいは。うわすごいねやっぱり。いやいやいや、もうそんな上を見るとね、もうたくさん。もうキリがないけどね。うん、いやなんですけど、やっぱりいつもそのまあ、楽器が欲しいっていう気持ちとの葛藤がありますが、はいはい、頭では一応やっぱり自分がそのまんべんなくちゃんと弾いてあげられる本数までにしとこうって思い続けて、まあこれだけ増えてるんですけど。結局使っちゃうギターってなんか、まあ、時期によるだろうけど、はい、偏ってるっていうか、その気に入ってるギターを使っちゃうわけでしょ。そうです、ね、今何？今はですね、あのグレッチを、初めてのグレッチを、グレッチいいね、手に入れまして、うーん、まあ、なんかあのチェット・アトキンスとかのモデルとか欲しかったんですけど、はいはいはい、あれのチェット・アトキンスのヴィンテージってなると、うん、本当に高いんですよ。だから、まあ、新品で買いましたけど。あ、本当。ブロードキャスターっていうモデルで、まあ、ちょっとこうあのブライアン・セッツァーとか、うん、まあ、そういうロカビリーもすごい大好きで育ってきたんで、ちょっとこう生かしたリバーブをかけて弾きたいなみたいな。なるほど、グレッチいいな。僕も持ってるけどね。あ、本当ですか。どんな。詳しくはないんだけど、はいはい、赤い色がすごい好きだったの。あ、いいですね、赤いのね。うん、わかりますわかります。でアームがついてる、うん、ね、ビッグスピーがね、うん、あのやっぱこう335とか、うん、ああいうこう空洞になってるエレキっていうのは赤が似合いますよね、はい、いいよね。グレッチとかもそうですけど。何色？私は白なんです。あ、白もいいじゃん。白もいいですよね、うん、だからそれこそ本当にそのギターに呼ばれて、うーん、あの曲できたらいいなとかって思って弾いてる。そういうことあるよね、うん、ギターに呼ばれるってなかなかわかるわ、はい、今呼ばれてるから僕がそのアルカンヘルに、はい、そうですね。いや、それでできる音楽も、そう、それで一枚アルバム作りたいっていうなんか意欲が出てくるんですね。不思議だよね。いいな、それ聞くのも楽しみです、うん、はい。それで最近レコーディングやってらっしゃるでしょ。はい、やってます。今はあのこの間、うん、ゲストに来ていた藤原さくらちゃん、はいはいはい、と一緒に一曲作って。それはもう聞けるの？はい、それ聞ける。じゃあそれちょっと聞かせてもらおうかな。はい、ここにあるね。あ、これだな。はい、じゃあ、レイさんと藤原さくらさんで、はい、ちょっと聞いてみます。スマイル、はい、
コースティックギターだ、ね、そうですね。なんかすごい高い位置に9カポとかで、うわ9カポちょっとなんかウクレレっぽい感じの、あのさくらさんが声が結構ミッドローというか、そのギターが普段あるような音域に声がリッチなんで、そこちょっと避けたいなとか思ったり、あとは最近私はブルーグラスとかにもハマってるので、ちょっとエレキをブルーグラスっぽい感じにして。なるほどね。そうなんですよ。もうでも会った頃はすごいもうブルースの塊みたいな、はい、そうですねすごいなんかダイナミックなギター弾く人だなと思ってびっくりしちゃったんだけどそうですね、うん、なんかこう映画でもそのハリーさんのお客さんがなんかあの、うん、ニューヨークのアメリカ人のおばちゃんが、うん、はいはい、あのいや音楽家に変わらないでっていうのもわがままな話だわ、うん、みたいなことを言っててそうね、あ本当にハリさんのお客さんもそういう風に思ってるからいいなって思ったんだけど、うん、私もすごい好奇心旺盛で、うんうんうん、すごいいろんな音楽聴くの大好きなんですよ。それはいいことだよなんですけどなんか旗から見ると、うん、いやいろいろやってるなって言われるのを、うん、僕もそう言われてきたからあ本当ですか。ちょっとね心配してるけど、でもハリさん見るとあそれでいいのかなとかって思ったりする。何しろ自分の中通して表現するとだいたいそのレイさんでしかないわけだからね、はいはい、今の聞いたって別に、うん、あれとは思わないしね、自然に出てきてるから。なんかそのアメリカのツアーを控えて、うん、なんかアメリカのねその古いブギウギとかを、うんうん、アメリカ人に聞かせるっていうことに対してとかの思いを語ってらして、うん、私も、まあ、たまにですけどね、うん、アメリカとか、まあ、海外でライブやることあるんですけど、ねうんまあ、ブルーズとか、うんまあ、もちろん、まあ、ライクーダーとかあのも好きだし、あのバファロースクあのスプリングフィールドも好きだし、だから嬉しい、ね、アメリカの音楽好きなんですようん、うん、でもなんか日本人がね、うん、僕たちの音楽やってるって大丈夫かなっていつも心配。いや僕もそう思ってたよでちょっと怯えてアメリカでやったんだけど、うん、みんなめちゃめちゃ喜んでた。喜んでくれて大丈夫みたいね、本当ですよね、うん、なんかだからなんだろうな、うん、こう多分レイさんも僕もそうだけど、アメリカの音楽ライクーダーとかね、バッファローとか出てきたけど、うん、あのなんて言うんだろう、異国の人も入ってるわけよ。カナダとか多いんだよね。はいはい、そうですよね。ルーツはフランスだったりとか、うん、そうそう、だから異国の目でアメリカの音楽が好きな人がアメリカのミュージックやってるわけ、うん、そうですね。プロデューサーもそう、大体ユダヤ系とかね、あトルコ人とかねもうすでにだから、まあ、アメリカっていう国柄がもうミクスチャーだから、うん、うんうん、そもそも話で、そう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 、全然そういうことに、ね、寛容っていうかオープンなんでしょうね、うん、そうそうそう、そうなんだ。え、アメリカでなんか育ったの？そんなことないかあ、私幼少期は、あ、そうだ、前それ聞いたんだけど、あ、しちゃった、はい、うん、まあそんな少しですけどね、うん、ニューヨークに住んでました、うん、はい。なんかあの英語の発音になると急に英語になるんでなんかついついあのなっちゃうんですよ、ね、いいよ。まあ、ブルースなんて僕言って恥ずかしいけど、ブルース申し訳ない。いや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 濁点つけないですか？いや濁点つけないで育ってきちゃったな。ブルースはブルースで、うん、でもあの香港ブルースもブルースって言ってますもんね、うん、もうそ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 う、ね、確かに、うん、いやいやいや、そうなんだ。ところで、はい、この放送は新年なんだよねあら、明けましておめでとう。おめでとう、遅くなっちゃったけど。いや、おめでとうございます。撮ってるのは年の瀬なんでね。そうですね、もう今年はどうなんだろうね、はい、2022年、どういう計画があるの、活動？そうですね、あの、まあその今作ってる作品を、うん、まああの前期に、2022年前期に出して、うんうん、たいなっていうこと、アルバムね、うん、もありますし、あとはまあそれを引き下げてライブもあの少しずつですけど、うんうん、やっていきたいなと思ってて。ライブ向いてると思うな、やっぱり、うん、あ、本当ですか、うん、
ライブは細野さんはどうですか、やりますか今年は。気持ちとしては やろうかな。そうですか、やりたいな、ね。まあ、でも形が変わるかもね、どうなるか分かんないけど。そうですよね、うん。まあ、いろいろでもこう制限とかあったとしても、うん、なんかこう栄養だなと思うから、うん、私自身のためでもあるけど、やっぱ聞いてる人たちがすごいこう、うん、心にこうお湯が注がれていくような、うんうん、そういう豊かな表情になってるところを見ると、うん、あのライブ、そうそう、形を変えてでもやりたいなって思いますよね、うん、絶対やってくださいね、はい、ハリーさんも、はい、はい、やりたいまだ、はい、形を変えてでも、うん、そうそうそう、うん、そうですね。なんかこう波があって、去年一昨年何にもやりたくないと思ってたけど、うん、今はやりたくなってきてるから。なってきてますか、うん。いや、それこそなんかたくさんこう作品を重ねてきてらっしゃるじゃないですか、うん、でその中でこうなんていうのかな、まあ、楽しいっていうのがあると思いますけど、うん、楽しい大事、うん、でもそのなんかこう過去の作品、自分の作品にと、うん、まあ、囚われっていうか、それが重責になる瞬間っていうのはないですか、うん、ハリーさん。僕の場合はね、忘れちゃうんだよ。いいですね、それは、うん。だからね、参考にしないの、自分の。あ、過去のこと。だから迫真になって、はい、どうやってつくんだっけっていうところから始まる。でもそれはハリーさんにセンパタイズできるようなあの人物でもないけど、すごい共感します。あ、嬉しいね。なんか迫真になりますね、どうやって。そうでしょ、うん。いや、何度もこのカレー作ってんだけど、あれ野菜切るところからだっけみたいな。忘れちゃったなみたいな。そうそう、忘れちゃうんだよ、うん。あ、でもそれがフレッシュな気持ちで楽しくやるっていうのは、そういうことにつながってんだよね、うん。一回忘れちゃった方が楽しいから。あ、なるほど、うん。あちょっとじゃあ忘れてみようかな。まあ忘れたふりをするだけでいいんだけどね。まあまあそうですよね、確かに。全く忘れちゃうわけじゃないからね、うんうん。そうですね、そうかそうか。まあでもあ、そうそう、今作ってるのに僕お呼ばれしてんですけど、何をやったらいいの。いや、もうせっかくなので、うん、まあもちろんそのハリーさんが気持ち的に OK な範囲内でいいですけど、まあ、私、うん、ハリーさんと一緒にやれるんだったらと思って曲書いたんですよ、うん。ああそうですよね、それを実は聞かせてもらったんで、はい、歌ってみたら歌えそう。あ、本当ですか。なんかミスターエコーが入ってるアルバム、うん、Good Morning Mr. Echo とか、はいはい、スイングスローだ、スイングスロー、うん、とかで女性の声と、うん、まあ、ハリーさんの声がこう混ざってすごい綺麗だな、はいはい、かっこいいなって思って、そういう曲が作りたいなって思ってて、うん。でなんかあとはなん、補聴のハウスとかでも、はい、まあ、もちろん再解釈だと思うんですけど、うんうん、オーセンティックな、うん、オーガニックな音と、うんうんうん、こうすごい人工的なその打ち込みとかシンセとか、はい、そういうものがこの異素材ミックスしてるのすごい好きで、はい、なんかそういう今は今曲途中まで撮ったんですけど、うん、ハリーさんが撮るところまで撮ったんですけど、うん、なんか今は結構オーガニックだから、うん、ちょっとそこにスパイシーな、うん、それはエスニックな楽器でもいいし、はいはい、アナログシンセでもいいし、うん、なんか隠し味だね。そう、それをピリッとね、うん、それちょっと悩んでます。楽しいでしょ、でも。楽しい、悩むって言ってもね。そうなんです、うん。まあなんかそういうようなところで、うん、なんていうのかな、アイディアをもらえたら嬉しいなとか、うん、あ、もちろん、はい、思ってるんです。あ、はい、はい。なんかこのスタジオに来てキョロキョロすると、はい、あそこにかかってるジャックたちのポスターとかね、はい、ローレル・ハーディのポスターとか、はい、そういうのを見て、はい、映画見たりするんで、ですよね。そうです。私はもう本当になんて言うんですかね、知りたいっていう気持ちがすごく大きい人なんですよ、うん。あ、それはいいことだな、うん。
私もじゃあ答えを持ってる上で質問をするんですけど、うん、ハリーさんは一番恥ずかしいことは何ですか？恥ずかしいこと、うん、いや恥ずかしいことは何だろう、なんだろうな、嘘がバレた時とか嘘をつく前提ですね、じゃあね、まあ、まあついた時に時々はね、うんうん、まあそうですよね、うん、あ、へえ面白いな、そっか、私は知らないこと、うん、無知なことが一番恥ずかしいなって、うん、なんかもうそこら辺の渋谷のセンター街のど真ん中で裸になるよりも、うん、みんなが話してることを知らない方が恥ずかしいなって思うんですよ。 それはなかなか知的好奇心が強い人だね、それは、うん、だからこうあのなんて言うんですか、ハリーさんの身の回りにあるものとかもそうですし、うんうん、なんかこう知りたいっていう気持ちがあります。今そういうなんかスポンジみたいな脳みそだから、うん、何でも吸収しちゃうと思うよ、はいはい、レイですか、うん、そう、あ、オーディオスポンジですよ、そう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 やっぱりこうなんだろう、だんだんこう脳が硬くなっていくと吸収できなくなる時があるかもしれないしね。それは実感されることはありますか？僕はねいつも捨てるね、そういえば吸収してる同じだと思う、うん、でもその忘れるっていうのも重要ですよね。いっぱいになっちゃうとね、あのそう一回捨てた方がいい時もあるっていうか、開けとくっていうのは大事かな。そうですよね、うん、そっか、いろいろじゃあ知りたい気持ちを大切にしたいと思います、はい、それでじゃあ最後にあの最近ジャックたちの僕のおじさん見たんだよね、はい、はいはい、その中の音楽僕持ってないんだ今あった？あ、聞きましょうよ。じゃあ最後の曲になっちゃうけど、はい、もちろんです。じゃあ最近レイさんが聴いてるジャックたちの僕のおじさん、これを聴きながらまた来週また来てください。期待です、はい、ありがとうございます。アルバムができた頃ね、はい、私最近、うん、ちょっと前かな、1ヶ月ぐらい前に、うん、あのとある番組で、うん、あのアルファレコーズの YouTube チャンネルがあって、はいはい、あ、そう、そこの全然知らなかった、はい、まあ、最近ですよ立ち上がったの、うん、でそこであのラムはお好きを、ああ私は伊藤大地さんと2人でカバーしました。あれそれ聞きたいな、それはお聞かせしたいです。それはまだ未発表なの？でも1月に出ます。もうじゃあ今月ってことだね。はい、そうなんです、ね、じゃあそれ楽しみにしてようかな。うん、ぜひぜひ。じゃあ、へえ、それはちょっとすごい聞きたい、うん、なんかあのああいう風に曲を例えば美奈子さんとかに書くとき、うんうん、ああいうのは、まあ、美奈子さんが詩書いてるじゃないですか、うんうん、
仮歌というか、うん、その言葉なしで渡すんですか、その曲って。最初あの場合はそうだったかな、うん、先にメロディーがあって、うんうん、それに詞をつけたと思う。スキャットとかなのか、なんか楽器とかで入れたりとかして送ったりとか。多分スキャットだったかもしれないね。そういうの残ってないんだよな。へえ、どっかにあんのかな。うん、まあ、当時はカセットで渡してたと思うんだけどね。はいはい、いいですよね、大好きあの曲。のいよりもえです。火曜の夜10時からはチューチューチューズデイ。毎週何かに熱中、集中、夢中になれることをゲストをお迎えしてご紹介しています。皆さんもぜひメッセージをお寄せください。メールアドレスは moechu@interfm.jp です。どうも、ペリメトロン神戸雄平です。我々ペリメトロンがお送りするペリメトロンハブ、クリエイティブレーベルペリメトロンが注目のカルチャーや音楽を毎週ご機嫌にお送りしています。インター FM897 では毎週火曜夜8時半から皆さんどうぞお贔屓によろしくお願いいたします。 Thank you the listeners. Inner FM's 25th anniversary. Celebrating 25 years.